めんごめん。おせえぞのび太、何してたんだよ。どうせまた居残りさせられてたんだろ。どうしてわかったの。終業式の日にも残されるなんて、まったく君はいつもいつも。普段からちゃんとしていれば居残りしないでいいのよ。しずかちゃんまでそんな。ドラえもん。みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なボッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんあんあん、とっても大好きドラえもん。冬休み、未知の惑星へ冒険しようとジャイアンが言い出しました。僕たちはもちろん大賛成。今、宇宙救命ボートを使って知らない星へと向かっている。一体どんな星に着陸するんだろう。ねえねえドラえもん、ところなんだろう。それはわからないよ。宇宙救命ボートは自動的に人間の住める星に連れてってくれるんだよ。ちょっと怖いわ。そこがいいんだよ。どこのどんな星に行くのかわかんない方がワクワクするんだろ。そうそう、僕たちは今大冒険の一歩を踏み出したばかりなんだ。みんな見て、星が見えるわ。わあ！みんな大丈夫かい。大丈夫なわけないだろう。一体どうしちゃったの。着陸する前に何かにぶつかったみたいなんだけど。ねえみんな、外を見て。本当に僕がいなくて大丈夫なの。大丈夫だよ、そんなに遠くまで行かないから。俺がついてるから心配すんなよ。ドラえもんの道具も借りたし大丈夫さ。それより宇宙救命ボートの修理やっといてよ。ごめんなさい、ドラちゃん一人にやらせちゃって。いいよ、それじゃあ僕はボートの修理をしてるからね。僕の道具があるからって危ないことはしないでよ。あん、それじゃあ出発。みんな見てみろよ、街があんぞ。本当だ、すごい建物。